どうも皆さん、お世話になります。リサクの YouTube の時間がやってまいりました。ありがとうございます。はい、今回はですね、はい、今年に新年2023年新発売第1号と言ってもいいかもしれません。1月の6日にですね、あの田島さんが新型の新作の墨出し機をレーザーですね、出しましたよということで、はい、ご存知の方もいらっしゃると思います。田島さんがあの新型を出すっていうのは結構あんまり頻度が少ないんで、ちょっと今回は力を入れて皆さんにご説明したいと思いますが、キャッチコピーは新世代のレーザー、グリーンレーザーということで、非常に見やすいよという、プラスアルファ180度、これがキーポイントでございます。その新型のレーザーの方、皆様の方にご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、田島の新型のレーザー墨出し機が登場ということで、2023年の1月6日に新登場ということでございます。はい、こちら型番がですね、ゼログリーンシリーズ、ゼログリーンでございます。1、2、3機種が登場ということで、はい、期待してた方もいらっしゃると思います。田島の久々の新作レーザー墨出し機で、この同時発売の3機種なんですが、レーザーのあれはなんというか、ジンバルの振り子式、振り子型になってます。ジンバル式で登場ということで、電子清純、自動でこう レードを出す、電子清純ではございません。まあ、電子清純非常にこう便利なんですけども、ちょっと金額が高価っていうこともあって、信頼性が、より信頼性の高い、ジンバル式、振り子型が3機種登場ということでございます。こちらですね。はい、で、この新型、特徴が大きく分けて2つあります。2つ、この2本柱でご説明したいと思います。まずは1つ目、はい、新世代シャープグリーンレーザー、なんじゃ新世代、お、なんかジェネレーション素晴らしいですね。新世代の、まあ、新しい、まあ、シャープグリーンレーザーということなんですが、まずは脳書きはもう置いといて、皆様に LINE の方を見せて、見ていただきたいと思います。こちら失礼いたします。よいしょ。ではスイッチオン、こちらですね。はい、グリーンレーザーでございます。今田島さん人気なのはあのブルーレーザーなんですが、より視認しやすい、グリーンレーザーということなんですけれども、まあ、パッと見ても分かりにくいかもしれません。なんだ、グリーンレーザー他のメーカーでもいろいろ出てるぞ、田島さんでも結構前から出てるよということなんですけども、そこは新世代、これ実はですね、墨線、このラインが非常に細くなってます。はい、で、細くなると見えにくくなってしまうんですが、そこは新世代シャープグリーンレーザーということで、細く、そしてくっきり見やすくというのがコンセプトで、細いんですけれども非常に濃く、くっきり見やすくなってます。はい、で今まで、まあ、これ他のメーカーさんもそうなんですけれども、より、まあ、職人さん外でも屋外でも遠くでも使うときに見えやすさを重視しているのが、まあ、職人さんの声なんですけども、見やすくするためには今までだとラインの太さを太くする必要があるんですね。要は濃く見せるためにどうしても太くなっちゃうんです。そうするとどこで線引きするか、毛書きするか、毛書くかっていうことで、職人さん腕の特にこだわる方は、細いラインにこだわる方もいらっしゃるぐらいなんですけれども、実はこの新世代のラインは細くて非常にくっきり見やすい、太くなんないんですよ。なのでそこが素晴らしい新世代ですよということなんです。はい、で、まあ一応比較のためにこちら、すみません、大人気の田島さんのブルーレーザーですね、グリーンではないブルーレーザー、まあ屋内用ということで歌ってるんですけど、これをちょっと比較のために出させていただきます。いきます、よいしょ。はい、こちらがブルーレーザーですね。で、こちらがこの今回新型の新世代、シャープグリーンレーザーなんですが、まあ、縦の線はごめんなさい、まあ、見やすさで明らかにこうグリーンが見やすいんですけども、比較として分かりやすいのが横かと思います。この横のレーザー、
青のブルーレーザーも見やすいんですけど、ラインが太く見えませんか？下のこのライン若干太く見えますよね。まあ近距離なので非常にこう両方とも見やすいんですけれども、やっぱりどうしても見やすくするために太くなっちゃうんですよ。ですけどこの上のこのブルーライン、あ、じゃなくて新世代のラインの方はですね、くっきり細く、あの細くくっきりしっかり見、あの出してるということで、ライン、ここにこうクーッとこう、あのラインを引くのが非常にこう精度が要求されるような仕事でも、その要求に応えられるようになっております。非常に細くなってるっていうのが売りになります。そしてもちろん距離も離せば離すほどですけれども、グリーンレーザーの方が見やすくなってます。はい。でブルーレーザーはどうしてもこう目がどうしてもギラギラしてグリーンは疲れるよっていう方がブルーを選ばれるんですけれども、結局やっぱり見やすいのが正義と私は思ってますんで、このグリーンは見やすくてとても細くてバッチリだと、これが新世代のグリーンレーザーということになります。ちなみに精度は 7.5m でプラスマイナス 1mm ということなんで、こちらもバッチリでございます。そもそも田島さんは国内で作って国内で生産、そして部品も国内という数少ない国内の主要メーカーさんになりますので、信頼性も抜群でございます。はいでは、場所を変えましてですね、二つ目のこの新型のアピールポイントがございます。実は二つ目なんですけども、実は今回のこの新型、ゼログリーンの一番の最大の特徴と言ってもいい部分なんですけども、それは横ワイドユニットという、なんじゃそりゃと。はい、ではこちらも皆さんに見ていただきます。ではスイッチ失礼いたします。はい、よいしょ。はい、今ラインの方が出ました。真ん中フロントに、十字が出てるんですけども、これをずずいずずいと脇の方まで、カメラさん、はい、横の方まで、私何もいじってませんよ。はいはい、ここですね、右側ともちろん左側、まあそうなんですけども、これ実はこの隅出し機180度出せる、ワイドでラインが出せるというのが売りでございます。実は他のメーカーさんは基本的に今までございませんでした。ほぼ110度、この扇状なんですが、扇状までしか出せないんですけども、このモデルはこの110度からさらに180度、画像で言うとこんな感じです。はい、180度出せますよということで、横のクロスライン、クロスポイントが見えるというのが最大の売りになります。はい、で、まあそういうモデルありますよということなんですが、はい、実はそれが可能なのはフルラインです。はい、フルラインは実はこの水平のこの横のラインが全部ぐるっと出ますので、フルラインのモデルでしたら横も出せるんですけども、どうしてもやっぱフルラインだと値段が高額になります。田島さんでもだいぶフルラインだとドカーンといっちゃうんです。他のメーカーさんも高いです。はい、フルライン、ただ便利ですけれどもね。でもこのモデルは3機種出てますが、どれもフルラインではないんですけれども、脇のこのクロスポイントが出せるというのが180度出せますんで、横まで出せます。しかも、これは次世代の、最初冒頭でご説明した次世代のシャープグリーンレーザーということで、端の方までくっきりとしっかり見やすく、そしてクロスポイント横にも十字が出せる、横横縦正面と出せるっていうのが売りで、これがもう本当は内装屋さんもそうですね、あといいですけども、大工さんが階段をこう両サイドで墨を出して、まあ、これをスケールとコンベックスとかでやられて、両サイドのこう高さをトントントンと測っていくんですけれども、これ実は両脇ピチッと出ますんで、スケールあそんな使わなくてもしっかりこう水平というか取ることもできるんで、そこがやっぱ使いやすいのかなということで、まあ脇までしっかり見えますよ。これフルラインじゃないとできません。フルラインじゃないとできないのが、フルラインじゃないモデルでもできますよというのが、もうこれがもう売りで、今のところどのメーカーもこれはない、これはもう田島さんだけということで、横ワイドユニット、これは素晴らしいですね。他にも
こういった使い方がございます。はい、この新型の180度出せるこの横ワイドユニットを使うことで、このスイッチを入れてですね、今わざとこの窓枠の端の方に置きました。もちろん、部屋の隅に置いていただくことで部屋全体の水平ラインを見ることができます。ちょっと部屋の分かりやすくするためにスイッチを消させていただきます。すいません。はい、亀井さんどうぞ。部屋の隅に置くことで、そこから180度全体の部屋の水平が見えますということで、くっきりしっかり見えます。まあちょっと分かりやすくするために部屋暗くしました。はい、全体がごめんなさい、私がいるんでそうですけども、部屋全体が水平で見れます。で、通常の今までの隅田式は、これはごめんなさい、180度見れますけど、扇形の180度しか出せませんので、部屋全体 の, 水, あの水平を出すには動かさないと、隅田式自体をこう回して動かしてあげないと、こうなかなか部屋全体を見ることができません。もしくはフルラインの隅田式をお買い求めになるということをしない限り全体は見れないんですが、部屋の隅に置くことで触らなくとも水平全体が見えます。どうしても職人さんこだわる方は、触ると精度がに狂いが出てしまうので触りたくないという方が多いんですが、部屋の隅に置くことで触らずとも、360度部屋全体の360度ではないですよ、すみません、部屋全体のラインが出せるという使い方もできます。ここも素晴らしい、ありがとう田島さんということです。はい、ということで、田島さんの久々の新型レーザー隅田式登場ということで、長々とお付き合いありがとうございます。はい、でこのモデル3機種発売ということで、ゼログリーンですね、このようなラインナップになっています。はい、レーザーは3機種それぞれで、このラインで使えますということで、まあこれももちろん、値段に応じて、ご自分に合ったものを選びいただければと思いますが、3機種ですね、このようなラインで出せますよと。でどれも端のクロスポイントは出せるようになってますので、そこが売りになってます。半機種ありますのでこちらお選びいただけますよということになります。はい、でこのモデルなんですが3ウェイということになります。3ウェイというのは、電池が使えて、バッテリーですね、リチウムイオンバッテリーが使えて、そしてズボと、コードの AC 電源も取れますということで3ウェイということになっていますが、標準でつくのはこちらですね、電池ボックスタイプになります。これ電池、炭酸の電池ボックスが標準でつくようになってます。ここが、はい、炭酸の電池が 1,2,3,4 本ですね、4つつけていただいてここに装着ということで、もともとついてるのが炭酸電池、アダプターボックス、まあ電池で使えますよというのがついてますが、どうしても長時間使う場合とかに、バッテリーの方もおすすめさせていただきます。そしてバッテリーの方もお使いいただけますし、本当に長丁場になるときは 100V でズボとやられると長時間お使いいただけますよということで、これがこの別売ということになります。でこの田島さんのモデルはそもそもこのブルーラインの方、前回出たブルーラインもそうなんですけども、もともと田島さんって値段が高価です。物がものすごくいいので高価になります。ですけれども皆さんのがこう手に届きやすいようにするためにコストを下げております。はい、でそこで、例えば不要なリチウムイオンバッテリー今いらないよという方もいらっしゃれば、100V AC コードどうしても引っ掛けて倒しちゃうんで使わないって方もいらっしゃるので、極力値段を抑えるために不要なものは削除したというふうに見ていただければと思います。で、田島さんの、なんかしつこいようですいません、田島さんのレーザーは国内で、そして部品も国内で作る、もう純メイドインジャパンということなので、非常に製品の品質が高いと認識しております。正直言って、まあ、日本でいいっていうのはやっぱ田島さんはいいですね。物も耐久性もありますし、一台一台、
制度の方もしっかりと見た上で合格 OK ラインが出たものを出荷ということで出されているぐらいなので、品質そのものもいいです。その代わり値段もなかなかこうおお、さすが田島さんというぐらいいいんですけれども、このモデルは値段の方を一時こうグッとリーズナブルに手の届きやすい値段に抑えるために、そこでまあジンバル式の方にしたというのと、余計なものを不要なものをできるだけ削ぎ落としたということで、ネタの方がこう安く、そしてしっかり使いやすくということで歌っております。もちろんこれは本体のみの方もございますし、受光器とそして三脚付きのセットの方もございます。3タイプありつつ、そこに本体のみとセットということでお選びいただけますので、どうのどうせ田島さんでしたら、フルセットの方をおすすめしたいと思います。長く使えるいいモデルなんで、そして180度しっかり見えて、新性も高く、次世代のシャープグリーンレーザーということで、日本柱次世代シャープグリーンレーザーと横ワイドユニット180度バッチリ見れますよということで、非常にこう見やすいということでございますので、気になる方は本当におすすめの商品になりますので、田島さんの新型のレーザー墨出し機、ぜひ自作ワークスの方で3機種置かせていただきますので、気になる方は自作ワークス要チェックでよろしくお願いいたします。自作ワークスでは新商品やお得な情報をどんどん流しますので、こちらチャンネル登録よろしくお願いします。